こんにちは、インストラクターの大谷です。まだ今日も私の前郵便よりスタートしております。はあ、皆さん今日もご覧くださって本当にありがとうございます。この動画を通じて一緒に体を動かしませんか？体を動かすと体も心も脳にもとっても良い影響があってハッピーになります。ほっとの意味での免疫力アップにもつながります。ということで今日もどうぞよろしくお願いします。体を気持ちよく動かしますとハッピーホルモンが出てきます。そしてセロトニンとかですね、ハッピーホルモンが出てきます。そして若返りのホルモン、成長ホルモンも出てきますといったいい点がいっぱいあります。でそれとですね、感覚が良くなるんですよね。感じるという力が増してきます。それっていうのは右脳、ね、子供の時はこの右脳を、すごく使っていろんなことを記憶しているんですが、大人になるとですね、デジタル脳って言われている左脳の方を多く使っているがゆえに、なんだかね、なかなか子供の時のように覚えがスッとね、記憶力が高まらなかったりはするんですね。でもね、体を動かしていくとこの右脳をちゃんと活用して、体で表現しておりますから、右脳もまた柔軟に働いて記憶力が増していきます。ということでですね、いろんな効果があるんですけれども、ちょっと話を変えますが、皆さん骨盤というのはですね、体の土台になります。そして柱が背骨という感じなんですよね。で、この、背骨は首と腰がちょっとアーチがあります。そしてこの骨盤なんですが、円柱状になっているんですよね。それでこの骨盤の動きなんですけれども、骨盤単体では動けないので、この股関節と腰、腰椎、いわゆる背骨の動きが伴って骨盤が動いてます。でちょっと背骨の動きとつながり合っていくので、見た目は同じような感じなんですが、ちょっとこの骨盤にフォーカスしますね。これは骨盤が前に倒れてますので前傾、こっちは後ろに倒れているので後傾です。前傾と後傾、前傾と後傾という一つのワンセットがあります。そして二つ目の骨盤の動きは、これは左右ですね。左右に動いてます。左右、ね、先ほども言いましたが、背骨とこの背骨の腰椎とこの股関節の動きで骨盤が動いてますから、背骨を普通だったら自然に動きます。はい、そして三つ目は回旋です。この回旋、反対回しで両方組み合わせてこういう感じの、スパイラルモーションですね。そして4つ目のパターンなんですが、足を開いて骨盤、要は開くという動作で、ちなみにこの足を開くときなんですけども、このままだったら開きにくいんですよね。ここのこの太もものところを外旋すると開きやすいんですね。骨盤を開いた状態の動きと狭めた状態で、もっとさらに狭めてしまいます。狭めた状態。さあ、じゃあ皆さん、ちょっとここまでの骨盤の動きを一緒にやりましょう。はい、前傾と後傾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 。今度は横です。横、横で、この骨盤を動かしていくとどうなるかというと、お腹が引き締まります。腰がすっきりしていきます。そして骨盤と頭、顔はとってもリンクしてるんですよね。じゃあこれをちょっとですね、早めてみます。1212、さあこの辺ウエストがくびれていきます。さあそして回旋です。1234、ブル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 、反対、1234、ブル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 。さあじゃあ骨盤を開く動作、ここ外旋ですよ。そしてこのまま骨盤から上に上にということでですね、これは骨盤を開くようなアプローチをしながら上下にも動いてます。はい、じゃあ今度は狭めます。はい、そして1234567、はい、もう一度繰り返しますね。前傾、骨盤を前に、そして背骨をついでにしっかり引き上げて肩甲骨を寄せちゃいましょう。はい、前です。さあもう一度、1212、はい、ではついでにですね、この肩回しを加えましょう。12、背骨、肩甲骨、骨盤、今日は骨盤にフォーカスしてるんですけれども、
で体全体をスッキリしたいので肩甲骨も背骨も動かします。はい、じゃあ今度横です。横の動きです。さあ、じゃあこれもですね、背骨ももちろん動いてるんですが肩甲骨周りも動かしましょう。肩ですね。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1。はい、ついでに脇腹を気持ちよく1、2、1、2、1、2、1、早めます。1、2、1、2、1、2、1、2、骨盤をちょっと強調してます。はい、じゃあ今度はですね、回旋です。1、2、3、4、ぐる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 、反対、1、2、3、4、ぐる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 。そして足を開くんですが、外旋して、はい、お腹をぐっと引き上げて1、2、3、4、5、足も引き締まります。6、7、8、9、10、狭めます。狭めます。もうさらに狭めます。1、2、3、4、入れ替えます。1、2、3、4。じゃあもう一度ですね、この動きでぐーっと背骨を縦に伸ばす感じ。はい、反対にしましょう。背骨を縦に伸ばす感じ。はい、そして動かします。1、2、3。はい、横です。1、2、3。ぎゅーっと縦に足を入れ替えます。手も入れ替えます。1、2、3。はい、横です。1、2、3。うわー、はい、そして後ろに胸をぐっと押し出してください。このまま骨盤を前、後ろ、骨盤を前、後ろ、前、後ろ。はい、横です。横。はい、回旋です。ちょっと難しいかもしれません。反対、ブルブルブル、足を入れ替えます。はい、骨盤を前傾と後傾、前傾と後傾、それに肩甲骨の動きも伴っています。はい、横です。横。はい、回旋です。反対です。ブルブルブル。はい、皆さんどうでしょうか。骨盤がいい感じで整ってます。骨盤だけが単体では動けませんから、背骨と肩甲骨の動きや腕の動きも伴ってはいるんですけれども、この骨盤を動かしているのは特に腰椎と股関節です。さあ、いかがでしたでしょうか。今日はですね、どうでもできるような動きでこの骨盤を整えました。体がしっかり中心が取れて、お腹周りが引き締まってます。なんとか繰り返してください。今日も最後までありがとうございました。チャンネル登録、グッドいいねボタンもよろしくお願いいたします。